ちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からの日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送は中東北アフリカ向けの 9.780MHz、 アフリカ南部向けの 11.945MHz。 繰り返します。午前3時からの日本語放送は中東北アフリカ向けの 9.780MHz、 アフリカ南部向けの 11.945MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。3時の NHK ニュースです。パナソニックは520人余りの技術者が建設工事の管理に必要な国家資格などを取得する際に実務経験の条件を満たしていなかったことを明らかにしました。会社は社員に資格を返上させるとともに処分を検討しています。パナソニックは子会社の社員が建設工事の管理に必要な施工管理技師という国家資格を取得する際に実務経験の条件を満たしていなかった疑いが出たことから去年11月弁護士で作る第三者委員会を設置して調査していました。その結果1981年以降パナソニックの子会社や関連会社の社員を含む合わせて522人の技術者が国家資格などを取得する際に実務経験の期間を重複して計算していたり期間の確認を行っていなかったりしていたことが分かりました。こうした技術者が責任者として配置された住宅やビルなどの数は2422人に上る可能性があるということですが、これまでのところ品質や安全性の影響は確認されていないとしています。会社では対象となる社員に資格を返上させた上で処分を検討しているということです。パナソニックは建設工事を依頼したお客や取引先に多大なる心配やご迷惑をおかけし深くお詫びします。再発防止に向けたチェック体制を強化しますとコメントしています。大手タイヤメーカーの住友ゴム工業は兵庫県の加古川工場で生産し品質データの改ざんを行っていたゴム製品などについて品質管理の国際規格であるISO の認証を取り消されたことを明らかにしました。住友ゴム工業は兵庫県の加古川工場で生産した船などの破損を防ぐため港の岸壁に使われる防舷材と呼ばれるゴム製品の一部について不適切な方法で品質の試験を行いデータを改ざんしていたことなどを公表しています。この問題を受けて ISO の登録認証機関による特別審査を受けた結果加古川工場で生産する防舷材と同じ品質管理システムを使う医療用の精密ゴム部品について昨日付で認証が取り消されたことを明らかにしました。また大阪府の泉大津工場で生産する医療用の精密ゴム部品については ISO の認証が一時停止されたとしています。これについて住友ゴム工業はお客様並びに関係各位には多大なご迷惑とご心配をおかけしていることを改めて深くお詫びいたします。再発防止と信頼回復に努めるとともに認証の早期の再取得一時停止解除に全力で取り組んでまいりますとコメントしています。来年の韓国大統領選挙に向けて最大野党国民の力の公認候補を決める党内選挙にムン・ジェイン政権と対立してきたユン・ソギョル前検事総長ら15人が立候補しました。韓国では来年3月に5年に一度の大統領選挙が行われる予定で保守系の最大野党国民の力は昨日までの2日間公認候補を決めるための党内選挙への登録を受け付けました。党の発表によりますとムン・ジェイン政権の疑惑を追及し政権と対立して検事総長を辞任したユン・ソギョル氏や前回2017年の大統領選挙にも出た国会議員のポン・ジュンピョ氏、それに前の監査委員長のチェ・ジェヒョン氏など15人が立候補しました。
先週世論調査機関リアルメーターが発表した調査では、次の大統領にふさわしい人物としてユン氏が 26.5% と与野党を合わせてトップに立っていて、国民の力の他の候補より18ポイント以上リードしています。国民の力は段階的に候補者を絞り込み、11月上旬に公認候補を選出する予定です。一方、革新系の与党共に民主党は今日から全国各地で順次現場やオンラインでの投票を行い、10月上旬に公認候補を決めることにしています。この時間のニュース、羽原がお伝えいたしました。時刻は3時5分になるところです。